日本近畿地方京都府京都市東山区三条京阪三条大橋三条京阪よりポント町三条京阪は京都市東山区の三条大橋東側周辺の地域名である古障はかつて京阪電気鉄道京阪本線及び京進線との乗り換え駅であり京阪の京都市内におけるターミナル駅である三条駅前の一帯を 三条通り系半前と呼んでいたことに由来する。なお、地区内の交渉町名は、五軒町、大国町、大橋町などである。川端通と三条通りが交わる交差点は、三条、大橋交差点と呼称される。この交差点のすぐ西側には、交差点名の由来の三条大橋が架橋され、鴨川をまたぐ。三条大橋交差点の南東には、 土下座像として知られる京都御所を遥か廃する高山彦告郎の像が置かれている。その付近には京津三条駅跡地に作られた複合商業施設、共演やバスターミナルがある。なお、三条大橋交差点の東側には三条京阪交差点がある。三条大橋の西詰めから河原町通り及び その先の市場河原町や新京国にかけて繁華街が広がっているほか、ポント町や木屋町通り沿線などの飲食店街もあり賑わっている。また、カラオケ店やコンビニエンスストアなど大小の商業施設が多く立地する。駅に付帯する商業施設については、三条駅商業施設を参照。三条京阪バスターミナルバスターミナルがあり、京都市営バス、 京都バス及び京阪バスが乗り入れている。なお、バス停名は、市バスと京都バスが三条京阪前、京阪バスが三条京阪となっている。一般路線バスでは、過去に、当時、城戸場方面や高尾方面、京都産業大学、市原、倉間方面、浜大津方面へ行く便も存在していた。一般路線のほか夜行高速バスも乗り入れている。 ありがとうございます。